はい、皆さんこんにちは。みんなです。タカです。ヘルティフロッグです。ゲロ温泉に来てます。一回昔行ったことがあったけど、ゲロ温泉で美味しいもの食べたり、街をプラプラしたり、足湯入ったりすること。温泉街の中でプラプラしたいと思います。温泉は町の中に川が流れてて、ね、マチュピチュを思い出すね。そう、マチュピチュの麓にある町もこんな、マジでこんな感じだったよね。うわ、マチュピチュに来たみたい。いや、それはないよ。それはないないないそれはない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 。はい、というわけでまずは町の中心にあるこれ湯あみ屋っていうところで、足湯に入りながらスイーツを食べれる。なんかプリンとかソフトクリームとかいろいろやってる、ね、行きましょう。はい、ここから温泉が出て、この中にプリンが入ってる。ダニーナータカやってしまいましたよ。あのソフトクリームは食べるものですよ。服につけるものじゃないですか。あ、甘い甘いコートになりました。はい、最悪です。帰りましょう。ノー全然気持ちいい。私たちがゲットしたのが全然映んない、温泉卵が入ってるソフトクリーム。よく混ぜて食べてくださいって。これなんかモンブランプリン。足湯に入りながらソフトクリームを食べるのが最高だよ。うまっうまっ。栗きんとんが乗ってるみたいな。めっちゃ美味しいよ。全然なんか、なんか卵っぽくないけど、なんかクリーミーさがアップされたみたいな。ほんとだ、うまっ。めっちゃ美味しい。やばくやばい。うまっ。絶妙なんだけど、うまっ。うまいね。はい、うまいね。食べていいって誰も言ってないよ。ちゃんとダメと言ってないよ。マイクとか食べれない。これを私に見せたらな。ちょっと全部食べられる。だから私は痩せてる。タカが美味しかった。ここ左に曲がってなんかサルボボの神社みたいな。本当だ、有名だよね、飛騨でサルボボ。ここの奥にも足湯がある。うん、サルボボの足湯だよ。サルボボ神社。これめちゃくちゃ可愛くない？サルボボ神社です。近道を見つけたよ。本当に近道かどうか分かんないけどね。そう、無駄に階段を歩いてるだけかもしれない。そうだよ、無駄じゃないよ、健康にいいよ。安心できません。安心してください。牛が入ってるよ。バターのタルトだよ。バターのタルト。ありがとうございます。後ろの、あの足湯に私のカバン落としたら笑おう。下があれなんだね、タルトになってて中にフルーツとかが入ってて、上にバターのモンブランが、レモンのバターを食べてるみたい。
あのちょっとタルトだから食べにくいけど、うん、あーでいきたいと思います。うんうんうん、レナが全部食べました。くださいと言ったのでくれませんでした。というわけでバターミルク屋さん、バターミルク屋さん、なんだっけ、バター屋さん、1年前はなかったからね。なかったね。ちなみにゲロ温泉は2つのことしかない、足湯と食べ歩き。まあ、あとは泊まって温泉でゆっくり。その1年前は泊まったからかなりゆっくりできたよね。うん、美味しいすき焼きのディナーを食べて、バラのお風呂に入って、めちゃくちゃ良かったよ。これは何か分かりますか？ゲロゲロですよ。そうだよ、ここはカエル神社だよ。そう、ゲロ温泉はゲロゲロでカエルですよ。カエル神社、あれも可愛いよ、上のカエル。本当だ。ありがとうございます。あなたはますます若返るでしょう。気をつけてお帰りください。ゲロゲロ。めっちゃ食べるよ。めっちゃあのゲロゲロが可愛かった。最後にゲロゲロ。はい、ということで一番有名なゲロプリン。一番有名かは分からないけど、去年来てた時に大行列してる、こういつも。朝に売り切れてた。そう。中はお風呂に見えてる。あ、本当だ。銭湯みたいになってる。そうそうそう。ゲロプリンゲットしました。急に並んで、急に並んでるね。なんで私たちは入ると人気になるってことだね。そういうこと。ここにも足湯あるよ。ゲロ温泉が書いてあるところを見つけたよ。これも温泉なんじゃない？温泉でしょ。源泉かけ流し。暑いかもね。いや、ちょちょちょ、ここ、ここ、その蓋をペッて。やだあ、できるよ。でも暑いよ、めちゃくちゃ暑い。暑い。そこにも足湯ありますよ。あれ、温泉だよ。そうなんだ。あの町のあれだよ。日帰り温泉で入れること。そうそうそう。かわいいね、この建物。あ、そうなんだ。もう、はい、ゲロ終わりましたね。ゲロを一周してきました。何がある？足湯と食べ歩き、旅館、カエル。カエル、いっぱいいっぱいカエル、カエルだからカエル。おー、レナさん、みんなもうここでチャンネル見るのやめるよ。そんなことを言い始めたらもう皆さんチャンネル登録解除解除。親父ギャグ言い始めましたよ。ドイツ人が親父ギャグ言い始めましたよ。なのでこの動画をここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン、まだチャンネル登録してない人はぜひチャンネル登録お願いします。というわけでまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。いつまで続けるの？みんなが見てくれるまで。